動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあなたと真剣交際する人のイニシャル、特徴、今後の展開などというテーマで、あなたとですねこれから真剣交際に発展し、まあその真剣交際を続けていく人がどういった方なのかっていうことですね、そちらを今回は見ていきたいと思います。はい、今回も三択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはじめにですねこちらのシンキングボールの音色から始めていきたいと思います。シンキングボールの音色にはネガティブなエネルギーや心の壁を取り除く浄化作用があるというふうに言われていますので、まずは心をね、浄化してからリーディングに入っていきたいと思います。はい、では早速参りたいと思いますので、皆様もリラックスした状態で、お聞きいただければと思います。はい、それでは参りたいと思います。はい、早速リーディングに入っていきます。選択肢左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのルーツオブアバンダンスというカードで、豊かさへの、まあ、道というねカードになっています。カードが持つメッセージについては各選択肢の動画の中でお伝えしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。はい、続いて B ですね。B はこちらの The Oracle's Gift ということで、神様からの贈り物というカードになっております。はい、こちらが B になります。はい。そして最後 C ですね。C はこちらの The Rose Kiss というカードで、バラのようなキスというねカードになっております。はい、こちらが C になります。はい。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのルーツオブアバンダンスというカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマはあなたと真剣交際をする人の特徴、イニシャル、そして、今後の展開や、まあ年齢、生年月日などをですね見ていきたいと思います。まあどんな方とね、あなたがこれから真剣交際をしていくのかというところなんですが、それに際しまして、まずはですねそのお相手の方の、性格、価値観ということで、まあ内側の部分を見ていきたいと思います。そしてね、次に特徴ですね、どんな特徴がある方なのか、そしてその方とは今後どんな展開を迎えるのかっていうことを見た後に、イニシャル、そして年齢、生年月日などですね、進展の時期などもですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですが、まずはそのですね、あなたとこう真剣交際をしていくお相手の方の、まあ、内側の部分ですね、性格、価値観などですね、考え方を見ていきたいと思います。はい、はい、ではね見ていきましょう。はい、ではですね早速見ていきましょう。お相手の方の性格とかですね、価値観、考え方をですね、表すカードになっています。ではオープンしていきますが、こちらのカードです。うん、真面目さを表すカードが出ていますね。真面目さだからこそ何かね、一つのことを続けたりだとか、まあ、ちょっとこう苦しい状況でもね、こう我慢したりだとかね、そういったことをしていらっしゃった方なのかもしれません。
だけれども、これちょっと価値観という範囲からは外れるのかもしれないですが、何かね、転換、まあ何か本当にこう、自分に無理をしすぎていたりだとか、まあ今まではこう、自分をね、犠牲にして、周りのためにみたいなことをね、していらっしゃった方なのかもしれないですが、ちょっとね、もう少し自分に目を向けてみようということで、なんかこう、生き方を変えようとしていたりだとか、なんかこう真実の、まあ、愛とか友情で結ばれたいみたいなね、もっとこう自分にフォーカスを、当ててですね、なんかこう自分の人生を今豊かにしようと考えていらっしゃるような、そういう状況の方でもあるのかなっていうのは出ています。なので、まあ、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まずは、そうですね。まあ、こちらのカードから見ていきましょう。はい。このカード、ペンタクルのナイトというカードです。まあ、着実さっていうことも表しますが、真面目さ、誠実さっていうことを表すカードです。まあ、非常に真面目な方ですね、になっています。まあ、すごくこう、真面目というかね、勤勉でもあるのかなと思いますし、まあ、律儀っていうね、意味もあるカードですし、正義感とかもね、キーワードとしては含んでいるカードなので、まあ、本当にこう、なんか正統派みたいなね、まあそういった方なのかなと思います。まあ規則正しい生活であったりだとか、まあすごくこう本当に、まあ一番の特徴として挙げられるのがもう本当に真面目っていうのがね、最初の特徴として挙げられてくるような方なのかなとも思います。まあ真面目さが、まあ良いところでもあり、時に悪くなってしまうところもあるような方で、それはね、後ほどのカードとの組み合わせで出ているわけなんですが、その真面目な方ね、その、例えば言われたことをきちんと果たすとかね、ちゃんと与えられたことを、まあ最大限の、ね、結果でこう返すとかですね、そういったことはもちろんいいんだけれども、まあ真面目がゆえにですね、どんなことも、まあ何でしょう、ちょっとこれは、明らかにちょっとなんか理不尽じゃないかなとかね、なんかこれはちょっとこう自分の、やることじゃないはずなのになと思いつつも、その真面目さが、まあちょっとこう引き受けてしまって、時にこう無理をしてしまったり、自分だけにこうストレスとかね、なんでしょう、こう。疲労をこう溜めさせてしまうとかね。で、しかもまあ真面目なところがあるので、それをね、なんかこう吐き出すっていうのも、なんかこう周りの人の、なんかこう気分をね、こう害してしまうのかなとかね。なんかそんなことを自分の愚痴とか不満とか聞いても、その聞いた相手の人がね、なんかこう目いっちゃうんじゃないかなっていうことで、なんかそれもなんかこう自分に、溜め込んじゃうぐらいの、まあそういったね、だからいわば気遣いもできる方でもあるのかなと思います。そうですね。まあ、義務感っていうもので、まあ、すごくこう、突き動かされてしまう。まあ、突き動けるっていうのもそうですけど、突き動かされてしまう時もあると。まあ、そういったね、カードが出ておりました。で、次にこちらのカードなんですが、こちらのカードは、カップの3というカードが、逆位置になっています。まあ、このカードはですね、まあ、妨害っていうことをね、まず意味として持っているので、何かね、その、だから真面目さがゆえに、いろんな、まあ、妨害もあると、まあ、いうことですね。例えば、まあ、それをね、ちょっと断れば自分の時間が作れるのに、断らずに引き受けてしまったがゆえに自分の時間が奪われるみたいなね。なんかこう、頼まれ事をしたらもう引き受けちゃうみたいな、断れないみたいなね。あんまりこう人にノーというふうに言えないっていうところがあって、なんかこう人からの妨害を受けて、お相手の方だけがちょっとこうね、大変な思いをしたりだとか、なんでしょうね、忙しくなったりだとか、まあ疲労をね、溜めるようなことになってしまったりだとかね、なんかそういったちょっとこう周りの人に、なんて言うんでしょうね、まあだから自分よりも誰かのためにみたいな精神が強いからなのか、自己犠牲をしがちな方、それによってちょっとこう自分の人生とか生活がまあ妨害を受けているみたいなね、そういったカードでもあるんですね。まああとは何かの過剰な状態によって均衡が崩れるっていうことで、まあ例えばちょっとこう無理をしすぎてね、疲労がまあこうピークに達して体調を崩すとかね、なんかそういった何かがこう過剰になって、均衡が崩れちゃう、ストレスがまあもう溜まりすぎ例えば何でしょうね、あの体に異常が出るとかね、なんかこう、なんでしょうね、こう私はなったことないですけれども円形脱毛症とかねよくありますよね、ストレスから来る、なんでしょうね、なんとか胃腸性なんとか過敏なんちゃらみたいなね、逆流性食道炎ですかね、なんかわかんないですけれども、なんかそういったストレスから来る、まあ症状とかが発生したりもするぐらいまで。まあ何でしょう、こう無理をしちゃう方ではあるのかなと思います。で、
まあこれね、ちょっとあの特徴っていうところに関わってくるんですが、ペンタクルの5というカードは、これ逆位置になっています。で、このカードもともと正位置の時には、まあ欠乏感とかね、なんか困難な状態に陥っているっていうカードなんですが、これ逆位置になると転身を図るっていうことですね。だからまあ、ちょっとね、今までまあ誰かのためにっていうね、まあ奉仕精神が強かったのか、義務感で動いていたのが強かったのか、ね、自分よりも誰かにっていうね、思いがあって、進まれてきたと思うんですね。だけれども、これからちょっとこう自分にも目を向けていこうということで、もっと自分にとってやりがいがあったりだとか、自分が豊かになる生き方に変えてみようかな、転身を図ろうかなっていうふうに思っていらっしゃる方であったり、消耗の激しい生き方を変える。だから生き方をちょっとこう変えようとしていらっしゃる方なのかなと思います。まあ、あとは真実の愛や友情で結ばれるっていうことなので、今まではなんかこうね、例えば恋愛とか、ですね、そういったこう深い人間関係になるっていうことを、どこかこう、まあ、避けていたってわけではないですけども、それをするよりかは、自分のやらなくちゃいけないことのためにみたいなところがあったんだけれども、なんかこう、お相手の方の中ではね、まあちょっとこう恋愛もしてみようかなっていうですね。なんかこう恋愛モードに、なりかけているというかね、スイッチがこう入りつつあるような、まあそういった状態でもある方だというのが出ておりました。まあ性格としてはまあここがね、一番現れているかなと思います。はい。では次に特徴の部分見ていきましょう。ではね、オープンしていきます。では見ていきます。やっぱりまあ性格的なところが特徴としても反映されているのかなと思います。まずこちらのカードです。まあ、このカードはですね、助けを求め、受け取る勇気を持つということで、やっぱりね、その、お相手の方にとって誰かから、ね、自分が誰かを助けるっていうのはいいんだけれども、自分が誰かに助けてもらう、なんかこう、力を借りるっていうことに関しては、すごくなんかこう、ためらいがあるような方なんですね。なんかこう、自分のためにそんなことしなくていいですよ、みたいなね、なんかそういうふうな考えを持っていらっしゃる方なので、なんかこう、人に助けてほしいとかね、なんか相談をするとかね、そういったことはちょっと苦手な方なのかなと思います。自分が与える側はいいんだけれども、受け取る側はちょっとこう苦手みたいなね、あまりこう人に助けてもらった、そもそもね、助けてほしいみたいなことをあまり口に出さない方なので、助けてもらった機会も、もしかしたら少ないかもしれません。だから、ちょっとなんかこう、申し訳ないなという気持ちでやって、いや、そんな悪いからいいよ、みたいなね、そういう感じの方。で、だから、なんでしょうね。まあ、例えば、自分が誰かのためにプレゼントをするっていうのはいいんだけれども、例えば自分の誕生日をこう祝ってもらうとか、誕生日プレゼントをされるってなると、いやいや、もうそんなんいいから、みたいなね。結構こう、すごくこう、誰かからの何かを受け取るっていうことが、結構勇気のいるぐらいのことだっていうね。まあ、それぐらいの方なのかなっていうのが特徴として出ています。なので、まあそういったね、ところがあるのかなと思いますし、なんかね、この子供たちをですね、なんかこう遠く離れたところの視点から見ているっていうことなので、やっぱり何か、ね、この子供たちっていうのが、いわば、まあ、登場人物というか主人公ですね。だから何かを、こう、裏側から、こう、支えるようなね、サポートするような、お仕事であったりだとか、まあ、活動をされている方なのかもしれないですね。例えば、イベントの運営だとかね、まあ、そういったものでなかったとしても、ちょっと、こう、裏方的なお仕事であったりだとかね、サポート、支援とかをね、するような、お仕事をされている方っていうのもあるかもしれません。まあ、子供っていうことも描かれているので、子供の何か支援ということも、まあ、考えられるかなと思います。まあ、あとはこのリリースジェラシーというカード、これ嫉妬心を手放すっていうことで、まあ先ほどもね、あった通り、例えば自分が愚痴とか不満を言ったら、それを聞いた人が、
ね、気分が落ちてしまうっていうところまで気を、まあ、回す方だっていうふうにもお伝えした通り、やっぱりあんまりね、こう普段からなんかこう愚痴とか不満とかは聞くけれども自分のは言わないみたいなね。うん。まあそういった特徴がある方なんじゃないかなと思います。誰かからの、まあ不満とかね、嫉妬とか愚痴とかを聞くのはまあ全然それは構わない。うん。だけど自分が話すのはちょっとこう聞いてる人がね、気分がこうね、持たなくなってしまうかもしれないから話さないみたいな、そういった特徴もあるのかなと思います。はい。で、do the work っていうのも出ています。これはね、やるべきことをやるっていうカードなんですけれども、まあこれね、自分のやることを、終わらして、なんかこう余暇を楽しんでいる人を表すカードなんですね。うん。だから、まあその余暇を楽しめるぐらい、まあやるべきことをしたということなので、まあ結構仕事は早い方なのかなと。まあ仕事は早いというか仕事ができる方、うん、なのかなと思います。うん。だから、まあ普通の人が、例えば、なんでしょうね、一週間ぐらいかかることを、まあその人は、例えばまあ二日三日でやり終えちゃうぐらいのね、うん、なんかそういったすごい仕事のできる方だからこそ、まあちょっとこう時間ができるっていうことなんだけれども、その時間を、まあ今はね、その、早くできたがゆえに、また次のことをね、他の人がやってね、プラスのことをやらされていて、まあそれがちょっとこう疲労とかストレスの過剰な状態になっているっていうこともあるかもしれないので、うん、まあそういったところで言うと、まあ仕事のできるっていうことはいいことなんだけれども、まあ真面目だからね、早いのかもしれないですが、それによってなんかこう、プラスのことをね、受け負わされているっていうことはあるかもしれません。で、これ余暇を楽しんでいるっていうところで、楽器を弾いている人が描かれています。だから音楽が好きだっていうことはあると思います。まあ自分がね、演奏する側っていうのもそうだと思いますし、なんかこうアーティストをですね、が好きで、まあ例えばなんでしょう、そのライブによく行っているだとかね、まあ休みがあれば、その人のライブに行ったり。うん、なんかその音楽っていうものがすごくお相手の方の精神的な支えでもあり、まあ趣味でもあり、好きなことでもありみたいなね。うん、そういったことでもあるのかなとは思います。はい。まあなんかね、ここの音色からね、出ている、まあ誰かの顔がね、描かれているので、もしかしたら何でしょうね。うん。まあメロディーを通じてね、誰かの思いを伝えているってことで、まあ作詞とかね、なんかそういったこともしていらっしゃるかもしれないですね。まあ作詞とか何でしょう、まあポエムとか詩とかね、なんかそういったものも書いているですね。うん。なんかそのクリエイター的なお仕事をしていらっしゃるっていうのもあるかもしれません。はい。まあこういった特徴があるということで見させていただきましたが、次にですね、そのお相手の方とのね、今後の展開、見ていきたいと思います。はい。あなたとお相手の方がどうなっていくのかというところです。ではですね、早速見ていきます。うん。はい。ではね、見ていくんですが、そうですね、まあ、お相手の方、まあ、あなたに対して、そうですね、この感情のコントロール、操作みたいなところがあって、なんかね、あなたとはすごい向き合ってくれるんだけれども、なんて言うんでしょうね。ちょっとこう、自分のね、気持ちが前面に出すぎないように、ちょっとこう、調整というかね、コントロールされていくのかなと思います。うん。それもね、まあ、転身を図ろうとしているっていうのがありました。ね。その転身が、何でしょう、こう、完了してからというかね、生き方を変えることができてから、おそらくね、前面に、あなたにね、気持ちを伝えていこうというふうに思っていらっしゃるのかなと思うので、それまでの間っていうことだと思うんですが、ちょっとね、こう、気持ちっていうのは、うん。まあ、あなたの方から察する形でね、向き合っていくことにはなるんじゃないかなとも思います。うん。なので、まあ、こちらのカードを見ていきたいと思うんですが、まずこのコントロールっていうカードが今お伝えした内容で、まあ、操作するとかね、まあ、コントロールするっていうことなんですが、ね、後ろの目はすごい見ているけれども、まあ、その前にいる人の目っていうのはちょっとこう、なんでしょうね、こう、下を向いているというかね、うん、そういったね、まあ、ちょっと目が合っていませんよね。で、後ろの目っていうのはこれ心の目なんですね。うん、だから心の目ではあなたを見ている
っていうことで、本心はあなたに対する気持ちがあるんだけれども、それを態度とか表情とか行動とか、なんでしょう、素振りとかね、そういったものでは、まあちょっとこう、まだ分かりにくいようなものを取られるっていうことで、これもね、やっぱりこう、転身を図ってから、じゃないと、やっぱりあなたとの関係っていうのを、なかなかね、進めたくても思い通りにならなかったりもするから、ちょっと転身を図るまでの間は、心ではあなたを見続けるけれども、実際の目っていうのはもしかしたら、あまりこう、まあ、目を合わせてくれないというわけではないかもしれないですが、気持ちを通い合わせるというか、どこかこう距離感をね、保つようなことはされるかもしれません。だけれども、その距離感のままでいいっていうわけではなくてね、自分の状況が変わるまでは、ちょっとこうね、恋愛というものも我慢しなきゃいけないということで抑えられるっていうことですね。うん。で、次にこのマスターというカードです。まあ心の部分がね、ちょっとこう透けていて、まあその中にあるハートがね、ちょっとなんでしょう、こうくすんだ色になっているわけですね。これが先ほどもお伝えしました、何かが過剰な状態になっているっていうことをお伝えしたかと思います。疲労であったり、ストレスであったりね、まあなんでしょう、こう苦しさっていうことであったりね、まあいろんなものがね、こうお相手の方の心までをね、疲れさせているっていうことなので、このマスターというのはね、極めるとかですね、まあ、克服するっていう意味もあるんですけれども、そのまあちょっとこう疲れてしまった心をね、まあなんでしょう、こう超越するっていうわけではないですけれども、まあまたこう浄化させることができたとき、まあそれは転身を図った後にまあ心がね、浄化されていくんだと思うんですけれども、まあそれが完了されるまではちょっとこう感情はコントロールしていく。だけれどもこのカードですね、育てる育むっていうカードが出ているんですね。うん、だからやっぱこう転身を図られたとか、生き方を変えられた時がお二人における、まあやっぱこう転機になってくるんだと思うんですね。そこまではなんかこう一定のレベルまでになっていたのが、この育てる、育まれていくっていうことは、なんかこう一段階も二段階もね、こうギアが上がっていくというか、レベルが上がっていくようなね、そんな瞬間を迎えていくよっていうカードが出ているので、お相手の方の生き方の変化に伴って二人の関係性もこれ変わっていく、進化していくっていうようなね、そういった展開を表しているカードが出ておりました。はい、ではですね、次に、これからねあなたが、真剣交際をしていく人のイニシャルね見ていきたいと思います。カード4枚引いていて4つのイニシャルが出るようにしていって、まあ、どれか1つでもですね、名前もしくは名字、まあ、あとはまあニックネームとかね、ハンドルネームとかでもいいんですけれどもに入っていれば OK です。で4つ引いていきますが、まあ、イニシャルの被りがあった場合はもう1枚引いて4つ出る、ようにですねしていきたいと思います。カードの内容はね今回関係ありませんので、イニシャルだけに注目していきます。はい、ではですねイニシャル見ていきましょう。はい、一つ目が G が出ました。 G ですね。はい、次が C ですね。これ地になりますかね。はい、次が K、 K が出ました。かきくけこ、そして M が出ました。もう一度見ていきます。 G ですね。まあ画業ですので、まあこうまあ結構特徴的かなとは思いますね。まあ後藤さんとかね、まあ名前にもあると思うんですね。画業ですね。うん、まあこれはまあもしかしたらね、まあハンドルネームとかね、ニックネームっていうことかもしれませんけれども、まあ G っていうのが一つです。次まあ C ですね。まあなんでしょう、千葉さんとかね、なんでしょう、千代田さんとかね、千秋さんとかね、千里さんとか千尋さんとかね、うん。そうですね。まあこれも地とかね、いろいろあるんじゃないかなと思います。はい。まあキャットっていうね、あだ名の方かもしれないですけどね。はい。あとは、K ですね。これは家業、かきくげこうになります。はい。そして最後 M ですね。これは魔業になります。イニシャルおさらいしておきましょう。はい。こちらですね。G、C、K、M。こちらの4つになっております。はい。では、ですね、最後に、そのね、お相手の方の年齢や生年月日、そしてね、恋が動く時期などですね、こちらについても数字をね、4枚引いていきたいと思います。まあ、数字はね、被りがないと思いますので、4枚引いていきたいと思います。
はい、ではね、見ていきましょう。うん、はい、数字だけに注目していきます。一つ目が3131ということになります。続いて5050が出ました。はい、三つ目ですね。三つ目が4242ということになります。あとはですね、9になります。もう一度見ていきましょう。一つ目が31ということなので、まあ年齢だとすると、お相手の方の年齢がね、31歳の方とか、まああなたが31歳の場合ですと、今あなたが思いを寄せている人と真剣交際ができるっていうこともあるかもしれません。思い浮かべている人ですね。まああとは3131ということですね。3月1日がまあお誕生日の方とかね、まああなたの場合も同様です。まああとは何月31日、まあ31日がね、ある月っていうのは限られていますけれども、何月31日生まれの方ですね。丸月31日生まれの方ですね。うん、そういったこともあるのかなと思います。あるいは31歳が出会った頃のね、方の場合もあると思います。31歳の頃に出会った方とかですね、31歳の頃にまあ、お相手もしくはあなたがね、31歳の頃にその当時はお付き合いをしていたとかね、31歳の時に、まあ、例えば逆に別れてしまったとかね、その方とまた真剣交際ができるっていうこともあると思います。で、あとは31という読み方、まあ、平成ですね。平成31年に、まあ、その交際歴があったとかね、ちょっとこう、別れてしまったとかですね、その時に出会った方とかですね、それもあるのかなと思います。はい。31ですね。はい。次が50。まあ、これも年齢ということがね、あるかとは思いますし、うん。まあ、あとは何でしょうね。50歳ね。50歳の方とか、まあ、昭和50年っていうね、こともあるかなと思います。あとは、まあ、二人の年齢をね、足して50歳の方っていうね、まあ、あるいは、その、二人の年齢を足して50歳になった時になんかこうね、真剣交際が始まり出すとかね、そういったものもあるかなと思いますし、まあ、50歳の頃に、まあ、お付き合いをしていた、知り合った、別れてしまったとかもね、これあると思います。何かこう、境目になっているのかもしれないですね。うん。50という数字です。まあ、42っていうのもそうですね。42ということなので、まあ、4月2日っていうね、ことも読み取りますし、42歳の方、昭和42年っていうのもあるかと思いますし、うん。まあ、あとはそうですね。まあ、42ですね。まあ、4と2のね、組み合わせっていうことなので、何かね、例えば、4月生まれの方と2月生まれのペアの方とかね、そういったこともあるかと思いますし、まあ、ペアの方っていうか、あなたとお相手の方がね、4月生まれ、2月生まれのペアっていうことですね。で、あったり、まあ、平成4年、平成2年のペアの方っていうこともあるかもしれません。うん、42っていうのもね、いろいろあるかと思いますし、まあ9ですね。まあこれは9、まあ9月生まれの方とかね、平成9年生まれの方とか、何でしょうね、何月9日生まれの方とかね、9ヶ月、まあお付き合いをしていた方、過去にね、とかね、9月に交際がスタートした方とかですね、9月に知り合った方とかですね、9というのもなんかこうね、ターニングポイントになっているんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、あとはね、これ年齢差っていうのも表している可能性があります。あなたとお相手の方が年齢差が9歳差の方と真剣交際が始まるみたいなね。まあ、そういったことも あるのかなと思います。数字おさらいしておきます。今ね、まあ、いろいろお伝えしましたけれども、いろんなメッセージあると思いますので、受け取ってください。31、50、42、9という数字になっておりました。はい。では最後こちらのカードを見ていきます。今回はルーツオブアバンダンスというカードです。豊かさへの道ということで、まあ豊かになるためにはね、これ木の根っこの部分が描かれている通り、葉っぱの部分だけをね、生い茂らせていくことが豊かではなく、長く、その豊かさを長く継続させていきたいんだったらば、今はね、この根っこの部分をしっかり張る作業をしていきましょうということなんですね。長くあなたが繁栄していくためには、葉っぱだけを生い茂らせていてはいいわけではないと。ね、根っこがスカスカだったらば、ね、すぐにそのね、生い茂った葉っぱも枯れてしまうということなので、長くあなたが豊かであり続けるための今はこの根っこを張る作業をしていくべき時期なんだっていうことをね、伝えてくれていますので、基本的なこととかね、ちょっとこうめんどくさいなと思ってたこととかに限って、それすごく大事だったりするのでね、それを、まあ、頑張っていく時期でもあるのかなとは思います。
はい、ということでリーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はネット通販でよく買うものは皆さん何ですかということなんですが、ね、まあネット通販はいろいろありますけれども、まあ例えばまあ Amazon とかね、まあ楽天とか、あね、それ以外にも何でしょう、最近は ZOZO タウンとかね、いっぱいあると思うんですけれども、皆さん何かこうね、よく買うものありますでしょうか。うん、まあ私の場合はですね、ネット通販でよく買うものといえば、まあプロテインだとかね、あとは何でしょう、こうマスクですね。最近だとマスクを買っていたりします。あとはね、携帯の保護フィルムをね、まあ買っては割れ、買っては割れみたいなね、ことを繰り返しているので、ちょくちょく買っていたりもしますね。うん、まあそうですね、まああとはまあ今の職業柄、まあカードとかをね、買うこともたまにはあったりしますけれども、皆さんはね、ネット通販でどういったものをよく買われていますでしょうか。何かあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、ということで、こちらですね、ルーツオブアバンダンスというカード、もしくはですね、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらですね、The Oracle's Gift というカード、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマは、あなたと真剣交際をする人は、まあ、どんな人ということなので、まあ、今回はそのお相手の方のイニシャルであったり特徴、そしてね、今後の展開、まあ、年齢、生年月日などをですね、見ていきたいと思います。まあ、あとは今後ね、動く時期などもね、見ていけたらなと思いますが、まあ、あとはですね、それに際しまして、まずはですね、そのお相手の方の、まあ、性格であったり考え方の部分ですね、価値観などを見ていきます。そしてその後に、まあ、特徴ですね、どんな特徴があるかなのかっていうことと、まあ、その方と迎える今後の展開、そして最後はイニシャル、生年月日、年齢などをですね、見ていきたいと思います。はい、では早速ですね、まずはそのあなたと真剣交際をする人のまあ内側の部分ですね、性格であったり、価値観ですね、考え方などをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。うん、こちらのカードがですね、お相手の方の価値観、考え方、性格などをですね、表しています。では早速オープンしていきますが、うん、そうですね、まあ恋愛のカード、ラバーズというカードがね、まず逆位置になっているので、すごくまあ恋に慎重な方であったり、ちょっとね、今は恋愛に対して、何かね、こう苦い思い出があったりだとか、まあ引きずっているトラウマがあったりだとか、ちょっとこう後ろ向きな考え方、まあ偏見ということももしかしたらあるかもしれません。うん、そういった方がある方で、それがね、なかなかこう苦しん、まあそれにこう苦しめられているっていうね、カードも出ていますので、うん、まあこのあたりね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、早速見ていくんですが、うん、まあ、まずはこちらのカードから見ていきましょうか。
はい、このカードですね、ラバーズというカードになっています。恋人たちというカードなんですが、まあ、これはね、もともと正位置の時に恋人になるとか恋人として選び取る、まあ、恋人になる決断をするっていうカードなんですね。だから選択とか決断っていう意味を持つカードでもあるんですね。だけれどもこれが逆位置になりますと、その恋人として選び取るだとか決断がなかなかできないっていうことで、優柔不断さとか曖昧な態度っていうことを表すカードなんですね。だけれどもそこの背景には後ほど見ていくんですけれども、恋愛にまつわる何か苦い思い出、苦しい経験ですね、あとはまあ引きずっているようなトラウマみたいなものがですね、あるということで、なんかそういったものを抱えていらっしゃる方っていうのが一つまず特徴として、まあ特徴というか、まあ恋愛に対する考え方といいますかね、価値観みたいなものを抱いていらっしゃる方、持っていらっしゃる方ですね。なんかその恋愛の一歩手前の関係だったらばすごく楽しめるんだけれども、恋愛になった途端そのね、なんかこう人付き合いがなんかこう苦しくなってしまうだとか、ちょっとこうぎこちなくなってしまうとか、なんかこうスムーズにね、なんかこう接することができなくなってしまうっていうような、まあそういったね、こともあるんじゃないかなと思います。で、なぜねそういった曖昧さ、恋愛に対してちょっとこう優柔不断とか曖昧になってしまったのかっていうと、このカードですね、ジャッジメントというカード、これ逆位置になっています。もともと正位置で好転っていうことを表すカードで、まあ、苦しい状況が終わりを迎えて、何でしょう、良い状況へとこう移り変わっていくということで、これが正位置で出ていれば、まあ、過去の恋愛の傷を恋愛でね、なんかこう癒すことができたっていうね意味になるんですが、まあ、これね苦しい状況が続いているっていうことなので、過去にね経験した苦い思い出、経験というのが今も引きずっていらっしゃるっていうカードなんですね。だからまあ何でしょう、こう無念な思いとか、まあ、失恋とかね、あとは過去に縛られていて身動きができないだとか、あとは不信感っていうことを表すカードなんですね。だからそのお相手の方が例えば、まあ男性女性でもどちらでもそうなんですが、その異性に対するなんかこう不信感みたいなものを持っていらっしゃっていて、なかなか恋愛関係になれないっていうような苦しみを抱えていらっしゃる、まあ過去に縛られていて次の恋っていうものがねなかなか始められないというか、まああなたに対しても、そうですね、真剣交際をしたいと思いつつも、なんかこうそういうね恋愛関係になった途端に今の何でしょう、こうバランスが崩れてしまうんじゃないかとかね、もしかしたらまああなたはそんなことはないでほしいけれども、もしかしたら過去にね苦しめられた人と同じようなことをされてしまうかもしれないという恐怖感みたいなものがあって、でなかなかねこう、前に一歩進めないみたいな、そういう、まあ、苦しさを抱えていらっしゃる方なのかなと思います。まあ、かなり特徴的なところが出ていますね。で、ジャスティス、これ正義というカードになっています。まあ、正義ということなので、まあ、これ正義感とかですね、まあ、公平性を表す天秤が描かれているので、なんかこう、公平にね、物事を判断しようとしているっていうことですね。まあ、この、天秤を持っている人、天秤で何かを測っている人が目隠しをしているっていうことで、これはね、見ないようにしているわけですね。見ないようにしている理由っていうのは、市場を挟まないため。だけれども、恋愛って市場を挟むものだと思うんですね。この人素敵だなっていうふうに思ったからこそお付き合いをするとかね、この人とはなんかすごく合うなって思ったから、関係を進めてみようとかね、市場を挟むべきものではあると思うんですね、恋愛というのは。だけれども、その市場を挟んだ結果ね、過去の恋において傷ついてしまったから、なんかこう市場を挟むというか、なんか公平にね、例えば何でしょう、なんかその時の、何でしょう、なんかこう、チェック項目みたいなのがあるのかもしれないですね。お付き合いをする人で、このチェック項目、連絡はまめにしてくれるか、なんかこうね、例えば、すごく紳士的に向き合ってくれるかとか、清潔感があるかみたいな、なんかそういうので、なんか相手を見ちゃっている人になっているのかもしれません。本当はね、なんかその、チェック項目ももちろん大事だとは思うんだけれども、なんかこう自分の心が動いた部分を大事にするべきっていうこともあると思うんですね。特に恋愛においては。まあ人間関係を築くっていうのもそうだと思うんですけれども、だけれども、それで失敗してしまった過去があるから、なんかこうもう判断基準とかチェック項目で人をこう見ているみたいなね。それぐらいだからちょっとこう、ね、自分の気持ちだけで選んだら、なんかこうダメな人を選んじゃうのかもしれないっていうことが過去に何度もあったのかもしれないですね。だからこそ今はちょっとこう恋愛の、まあ、恋人選びっていうことは慎重になっていらっしゃるんだけれども、その中でね、
まあ、あなたに対してはすごく、まあ、素敵な方だなと思っている。でもこれを超えてしまうとまた苦い経験になるかもしれないからっていうことで、ちょっとこう距離感をどうしたらいいのかなって、お相手の方もね、なんか悩んでいらっしゃる部分あるんじゃないかなと思います。はい、まあ、本当は近づきたいんだけれどもっていうことですね。はい、では次ですね、その特徴的な部分ですね。どんな特徴のある方なのか、どんな状況でいたり、どんなことをしていたり、まあ何かね、特徴がある方なのか見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。はい、では見ていきます。なんかね、夢を追いかけている方っていうのがありますね。夢を追いかけていくにあたって何かすごく意識を高く持っていらっしゃる方ですね。で、なんかこう、誰かに振り回されるというか、自分軸で行きたいみたいなね。そういった方もいるかなと。他人軸というか、自分軸ですね。が出ております。ちょっとね、お伝えしていくと、まずこれですね、Dreams of Abundance っていうカードで、まあ、豊かさの、まあ、夢とか、豊かになる夢ですね。だから、夢を、まあ、追いかけているような方であったり、もっともっとね、自分は豊かになるんだっていうことを夢、まあ、目指していらっしゃる方ですね。まあ、その豊かさっていうのはね、人それぞれ、違うと思います。お金をね、たくさん持つことだけが豊かさではなくて、例えば何でしょうね、有名になりたい方だったらば、もっとね、こう自分の知名度を上げたい。まあ、で、いろんな人にね、こう知れ渡るっていうのが、すごくね、こう快感で豊かさを感じることもあるでしょうし、まあ、あとはね、何でしょう、こう、まあ、平穏なね、暮らしで、まあ、家族にもね、まあ、家庭にもこう、恵まれて、なんかこう、幸せな家庭を築くっていうのも、これ、夢だと思うんですね。人それぞれ、やっぱり夢の形はあると思うんですが、何かこう、夢を追いかけていらっしゃる方なのかなと思います。で、まあ、誰かとの夢というよりかは、自分軸で生きているっていうことなので、なんかこう、自分の夢ですね。例えば何でしょうね。有名な歌手になりたいとか、なんでしょうね、この仕事に就きたいとかね、こういったことを達成したいとかね、なんかそういう個人の夢をすごい追いかけていらっしゃる方、まあ会社をね、設立したいとかね、もっとこう店舗を増やしていきたいとかね、いろいろあると思います。この学校に行きたいとかね、なんかそういう、この大会で優勝したいとかね、そういった、まあ、夢を追いかけていらっしゃる方っていうのが一つ出ていて、その夢のためにすごく意識を高く持っていらっしゃる。これね、特に、まあ、美意識とかね、そのいろんな部分に意識が高いのかなと思います。クリーンエナジーフードっていうカードで、まあ、クリーンは綺麗ですね。で、エナジーというのはこうエネルギーを、まあ、もたらすフードっていうことなので、なんかこう食に対するこだわりっていうのはすごいあるのかもしれませんね。なんかこう、なんでしょうね、例えば、まあ、炭酸飲料とかね、なんかこう、スナック菓子とか、ちょっとこうね、体にとって良くないものはあまりこう食べないようにして、なんかこう、健康にね、いい、フードと言いますかね。なんかなんでしょう、スーパーフードとかありますよね。まあそういったものであって、健康食品とかね、そういった、まあなんでしょう、あとはまあ、無農薬の野菜だけしか食べませんとかね。なんかそれぐらい、なんかこう自分の中にこう取り込むものに対してはすごく意識を高くしていらっしゃる方なのかなと。それもやっぱり夢にね、こう近づくためには体調管理っていうのはもちろん大事だし、なんでしょうね、こう、やっぱこう内側のね、ケアっていうこともあるでしょうし、また自分自身をこうね、綺麗な状態に保ちたいっていうのもあるんだと思うんですけれども、まあいろいろね、ちょっとこう意識高く、日常においてもそれをこう実践していらっしゃる方っていうのが特徴としてあるのかなと思います。で、あとは自分軸っていうことなので、まあここですね、Focus on your priorities っていうカードで、まあ自分の、まあ、優先事項にフォーカス、まあ集中するっていうことで、まあ自分の中で優先順位の高いもの、まあ特にこれも一人で打つっているカードなので、まあ、誰かとの予定を最優先するというか、自分の、まあ、例えば、まあ、予定であったり、自分のやりたいこととかね、なんかこう、誰かの他人軸に振り回されるというか、自分の軸で生きていきたいみたいなね、自分のことを、まあ、何よりも優先して生きていきたい。まあ、それもね、やっぱこう、夢を達成するためにはそうしていらっしゃるのかもしれないですね。
し、もしかしたらこのね、恋愛での苦い経験っていうものが、お相手の方のこの考えを生んだってことかもしれません。うん。その過去の恋愛において苦い経験をね、されたからこそ、ああ、もう誰かとの、なんかこうね、まあ共存と言いますか、他人軸で生きていくのはもうね、自分にとってはなんかこうね、あまり向いていないのかなっていうことで、なんかこう一人の人生というものにね、目を向けられて、うん、これからはなんかこう自分軸を大切にして、なんかそこにね、まあ何でしょう、こう、ついてきてくれるというか、合わせてくれる人と、まあ交際できたらいいな、みたいなね。そういった特徴もあるんじゃないかなとは思います。うん。はい、といったね、特徴を持っていらっしゃる方ということですね。ちょっと外見的な特徴としては、まあ意識が高いので、まあ結構こう美意識高そうなね、うん、まあそういったまあ清潔感はもちろんだと思うんですが、例えば何でしょうね、まあお肌が綺麗だったりね、なんかこうすごく、うん、肌なんまあ肌ツヤというか、なんか髪の毛のツヤとかね、なんかこういろんな部分がもしかしたら綺麗なのかもしれないですね。うん、ではですね、まあその方とですね、今後どんな展開を迎えていくのかっていうことをですね、見ていきます。ではですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていくんですが、ディタッチっていうのが出ました。これね、切り離すっていうことなんですね。だから何かをこう切り離すことでテイクザリード、物事が進み出すっていうカードが出ています。で、その切り離すものを見極めていきなさいっていうカードが出ているんですね。これは両者だと思います。あなただけが何かを切り離すんじゃなくて、お相手の方の中でも、まあ、真剣交際に発展していく。まあ、これがね、真剣交際に発展していくってことだと思うんですが、ためには何かを切り離さなくてはいけないわけですね。特に、まあ、例えばお相手の方だとするならば、うん、まあ、過去のね、恋愛において、まあ、なんかこう苦い思い出をしているっていうふうにね、何度もお伝えしている通り、恋愛に対するトラウマであったり、偏見ですね。うん、そういったものをこう切り離していかなくてはいけないし、あなたもあなたで何か自分のをね、まあちょっとこうお伝えしていきましょうか。まずこのSeekっていうのが、探し求めるとかね、見つめ直すっていうカードで、まあこの、なんでしょうね、こう人と離れた自然豊かなところで、まあなんでしょう、こう座禅というかね、瞑想してですね、うん。なんかこう自然に問いかけているわけですね。まああとは、まあ自分とも向き合っていると。その中で自分にとって何が必要なのか、そして何が必要じゃないのかっていうのを見極めようとしているわけなんですね。で、その見極めた中で、このディタッチですね。これ切り離すっていうカードになりますが、まあ手元から白い鳩が飛び立っている通り、この白い鳩があなたのその不要なものを背負って飛び立っていってくれているわけなんですね。だからこれが切り離し作業だと思ってください。だから、その自分にとって何か必要なもの、必要じゃないものを見極めて、必要じゃないものをしっかりと切り離すことで、二人の恋がそこで始まるっていうカードになっているんですね。take the lead、 前に進むとかリードをするっていうカードなんですけれども、まあなんかこう立ち止まっていたものがこう進み出すとかですね、今よりももっとこうリードをするっていうことで、やっぱこう先に、ね、こう発展していくっていうカードでもあるんですが、そういった形で何か切り離し作業をしないと、なかなかこう距離感っていうものは縮まらなかったりだとか、なんかこう思っているような展開というのは逆に言うとないのかもしれません。だからしっかりとね、そのお相手の方との関係を進めたいからといって、何かね、一か八かでね、告白をするとか、アプローチをするとかよりも前にね、自分とまず向き合う時間というのはすごく大事になってくる。そんな恋になってくると思いますし、向き合った上で、必要ないなと思ったものをしっかりと手放せば恋に発展していけるというようなね。まあそういったね、カードが出ておりました。はい。ではですね、次に、そのですね、あなたとの真剣交際をする方のイニシャル見ていきたいと思います。カードシャッフルして4枚引いていきます。だから4つのイニシャルが出てくるわけで、その4つの中のどれか1つでも名前もしくは名字、あるいは、
なんでしょう、最近だったらニックネームとかね、なんでしょう、ハンドルネームとかに入っていても OK です。で、まあ4つ引いていきますが、イニシャルの被りがあった場合はね、もう1枚引いて4つ出るようにしていきます。はい。で、カードの内容は今回関係ありませんので、あくまでもイニシャルだけに注目していきます。はい、ではね、見ていきましょう。イニシャル見ていきます。一つ目が E が出ましたね。E ですね。次が A、A ですね。E と A ですね。で、次が S ですね。サシスセソの S。そして最後 M が出ました。もう一回見ていきましょう。E ですね。だから A になりますけれども、なんでしょうね。江藤さんとかね、エスミさんとかね、江本さんとか江川さんとかね、まあ名字もあるでしょうし、まあ下だったらエレナさんとかね、エリナさんとか、なんでしょうね。エイジさんとかね、エイタロウさんとかね、エイジさん言いましたかね。何でしょう、あとは、うん、そうですね、まあ、あると思います。はい、思いつかなかったですけども、はい。で、次がアですね。これア行になります。まあこれもまあ名字名前ともにあるのかなと。浅田さんとかね、相川さんとかね、愛さんとかね、何でしょう、アキラさんとかね、まあいろいろこれも A もあると思います。はい。で、次が、ですね、S ですね。これは作業になります。指し進め、そうですね。そして最後は M になります。イニシャルおさらいしておきましょう。はい。こちらですね。E, A, S, M になります。E, A, S, M。こちらの4つが出ておりました。参考にしていただけますと幸いです。はい。では最後ですね。まあ、お相手の方の年齢、生年月日、あとはね、まあ、恋が進む時期などをですね。こちらも数字のカード4枚引いていきます。まあ、数字なのでね、これは、被りはないのかなと思います。ではですね、早速見ていきましょう。数字に注目していきます。一つ目が23、23になります。23、23。そして、26、26、26、26です。22、20番台多いですね。22になります。はい。が32っていうカードになっています。もう一度見ていきますね。23、23ということなので、まあこれお相手の方の年齢ということもあるでしょうし、あなたの年齢を表している場合もあるかなと思います。まああとはですね、何月23日生まれの方、丸月23日生まれの方っていうこともあるでしょうし、23というふうに分けていただきますと、2月3日生まれの方ですね、節分ですかね、であったり、まあ何でしょう、2月3日に知り合われた、出会われた方、もしかしたらその日に別れたっていうこともあるかもしれません。うん、何かこう、節目のタイミングが23っていうことなのかもしれないですね。まあ同様に丸月23日に、知り合われた、お付き合いされた、別れられた方とかね。あとは平成23年に、まあ何でしょう、こう、まあその時はお付き合いをしていたとか、知り合っていたとかね、まだ恋には発展しないけど知り合ったとか、その時にもしかしたら別れてしまったけど、またその方と真剣交際するとかね。うん、そういったことであったり、まあこの恋が動く時期っていうのも、その23日、っていうのがすごくキーポイントになってくるのかもしれないですね。例えば、今から23日後とかですね、まあ直近の23日に何か動きがあるとかですね。ね、まあそういったこともあるかもしれません。うん、2月3日っていうことかもしれないですけどもね。はい。で、次、まあこの26も同様ですね。年齢であったりだとか、まあ生年月日、何月26日とかね、まあ平成26年に、その知り合われた方、付き合われた方、まあ別れられた方とかね、何かこう節目があったタイミングっていうことかもしれません。もしかしたら記念日っていうのがね、何月26日っていう方かもしれないですし、まあ動きがあるタイミングとしても26日後とかですね、
あとは何月26日とかですね、26歳の時にちょっとこう交際歴があったとかですね、26歳の時に、知り合われたとかね、そういったこともあるかと思います。まあ2と6ね、これ逆転して、まあ2と6の組み合わせなので、6月2日とかね、そういったこともあるのかなと思います。6月2日生まれの方とかね、6月2日が何かこう記念の日になっている方とかね。まあだから先ほども同様ですね。3月2日とかね。まあそういったものもあるかなと思います。まあ学籍番号とかもね、表しているかもしれないですね。はい。あとは22も同様です。まあ年齢、生年月日、まあ平成22年ということもあるでしょうし、22日後とかですね、22のつく日。まあ20番台が多いので、なんかこう月の後半にね、なんか恋が動くのかもしれないですね。あとは2と2というね、22の組み合わせですので、例えば平成2年と平成2年のお二人とかですね、そういったことも考えられるかなと思います。はい。あとは32ということで、まあ、32歳の方とか32歳の時に出会われた方、救われた方とかですね。まあ、あとは何でしょうね。まあ、32日後っていうことかもしれないですし、そうですね。まあ、例えば、まあ、これもね、何でしょう、こう連絡が来なくなったタイミングか32日後にまた連絡が来るとかね、なんかそういう進展とかも表しているかもしれないですね。だから数字っていうのは本当にね、いろんなメッセージを伝えてくれているものなので、今ね、私がお伝えしたものだけに縛られずにですね、あなたが感じ取ったメッセージっていうのもね、受け取っていただけたらなと思います。23、26、22、32っていうカードです。はい。まあこのカードが、ですね、数字を表しておりました。はい。では最後こちらのカードです。B をお選びいただいた方はジオラクルズギフトということで、神様からの贈り物っていうカードです。まあ優雅なね、まあ時間といいますかティータイムをね表しているわけなんですが、まあ優雅なひとときを過ごしていきましょうということですね。まあそれがまああなたにね、まあ神様から贈られた贈り物なんだよということで、まあ優雅な時間を過ごすってことが今すごいあなたにとっては大事で、これは気持ちを落ち着けたり気持ちを整理したりね、なんかこうあなたが間違った方向に進むのをまあ食い止めるためのこの優雅な時間ということでもあったりするので、まあ別にね紅茶を必ず飲みなさいっていうわけではないですけれども、まあ何かねこうまあ例えば本を読む人が好きだったらば本を読んでゆっくり読んでみるとかね、好きな本を読んでみるだとか、何かこう自分にとってねこの心が落ち着く時間を過ごしてみてください。そうするとあなたのあなたに訪れる流れが変わったりね、あなたを取り巻く環境というのもね、これ変化が訪れたりもすると思うので、まあそれがいわば神様からの贈り物ですね。だからそれを作り出す、まあきっかけとしてね、優雅な時間を過ごしてみてください。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はネット通販で、よく買うものは皆さん何でしょうかということで、まあネット通販ね、いろいろあると思います。Amazon とか、楽天とか、ZOZO タウンとかね、いろいろあると思いますけれども、皆さん何をよく買っていらっしゃいますでしょうか？ネットでね。まあ、ちなみに私の場合は、まあ、プロテインだとか、まあ、あとマスクも多いですね。まあ、あとはちょっとこう、携帯の保護フィルムですね。これ、今度こそはと思ってね、割らないでおこうと思ってた時に、なんかこう、物を落としたりしてね、ちょっとこう、またピリってね、ひびが入っちゃってまた買うみたいなね、そういったことをね、繰り返していたりもしたので、ちょこちょこ買ってたりしますし、まあ、あとは、まあ、仕事上ね、こういったカードをね、買うこともあったりするんですが、皆さんはね、ネット通販でよく買うものは皆さん何でしょうか？何かあったらですね、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、The Oracle's Gift というカード、もしくは B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、最後にこちらですね。はい。ザ・ローズ・キスというカード、もしくはですね、Cをお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。
今回のテーマはあなたと真剣交際をする人はどんな人ということで、まあ、今回はそのお相手の方の性格であったり特徴、そしてイニシャル、生年月日、年齢、まあ、恋が動く時期などについてもですね見ていこうと思います。はい、それに際しましてまずはですねそのお相手の方の、まあ、内側の部分ということで、まあ、性格であったり価値観、考え方を見ていきます。そしてですねそのお相手の方の次は特徴を見ていきます。そして、その方とあなたは今後どんな展開を迎えるのかっていうのを見た後に、イニシャル、年齢、生年月日、恋が動く時期などもですね見ていきたいと思います。はい、ではですね早速ですがまずはカードのね、シャッフル化していくんですが、まずは性格とかですね価値観、考え方の部分から見ていきたいと思います。はいはい、ではですね見ていきましょう。はい、ではですね見ていきます。お相手の方の性格、価値観、考え方ですね、を表すカードになります。オープンしていきます。はい、こちらのカードが出ました。まあ、このカードを見た時にちょっとドキッとされた方ねいるんじゃないかなと思うんですが、なんかねこのカードはまあ後ほどまたお伝えしていくんですけども、これ終わらせるとか終わりを迎えたとかね、潮時とかをね表すカードなんですが、同時に過去を懐かしんでいるっていうカードも出ているんですね。だからその何でしょうね、なんか過去の恋をなんか回想していらっしゃる方っていうのはあるんじゃないかなと思います。例えばまあ仮にね、まああなたとまあ仮にというか、あなたとお相手の方が過去に付き合っていてですね、で一度別れてしまったと、ね、まあそれが終わり、まあまあここから見ていきましょうか。あの死神というカードなんですけども、死神というのはまあ何か終わらせるとかね、限界を感じるものをまあ断ち切るとかですね、まあ諦めるとか手放すとかですね、まあ潮時を迎えるというねカードになりますが、だから、そうですね、なんかこう終わった、なんかこう終わりを迎えた方ですね。まあ、恋愛における終わりということで、まあ、一度別れたとか、関係を諦める。まあ、お付き合いをね、目指して頑張っていたけれども、それをちょっとこう、途中で断念せざるを得なかったとかですね。あとはなんかこう、ちょっとこう物理的に恋をするのが難しくなってしまったのかもしれません。まあ、例えばいろんな事情あると思いますね。まあ、その、お付き合いをしていた時はすごく近い距離でいたんだけれども、何かこう、例えば転勤とかね、そういったものが、まあ、配置転換とかの波に、まあ、飲まれてしまって、ちょっとこう違うね、遠く離れたところに行ってしまって、ちょっとこう関係を続けるのは難しいねっていうことで終わりをね、迎えなくてはいけなかったりだとか、まあ、あとは何でしょうね、いろいろあると思うんですが、例えばまあ、あなたと出会われた時に、例えばお相手の方にね、パートナーがいて、もうその方との関係を解消するよって言って、あなたとの関係に進みますよって言いながらも、そこの関係が結局は断ち切れなくて、あなたとの関係を、まあ、終わらせられたとかね、いろんなこれ終わりっていうのはあると思うんですね。だから、二人の間で何かしらの、なんかこう終焉であるとか、まあちょっとこう断念であるとかね、まあ中断とか、そういったものを、まあ迎えたっていうのが、まあこれちょっと一つ特徴にはなってくるんですけれども、まあ、まずそこの終わり、周りの部分を表しているっていうことと、あとはこれですね、カップの6っていうカードが出ていて、これはね過去の回想っていうことですね、過去を懐かしむっていう意味のカードになっています。あとは幸福な思い出っていうことで、終わらせたんだけれども、その終わらせる前のその幸福な
まあ、思い出であったり、その楽しかった時のことを懐かしんでいらっしゃるわけなんですね。だから忘れられないでいる。ね、関係性としては一度こう中断とか終わりを迎えたのかもしれないけれども、でも記憶の中では残り続けていたり頭から離れないみたいなね、うん、そういったカードになっていて、ここ二人の子供たちがいますけれども、これが過去のお二人だから、あなたとお相手の方ですね、うん、を表しています。だからそういった意味では、そのすごい楽しい時間を共有できていた二人だと思うんですね。うん、なんかどちらか一方の方だけが楽しんでいて、なんかそれに無理やり付き合わされていたとかではなくて、本当に心からお互いが楽しんでいたからこそ、ね、この終わった後もなんかそれを時折こうふとね思い出してしまう。なんでしょう、例えばね、あの寝る前にふっと思い出したり、夢にパッて出てきたり、なんでしょう、お風呂でくつろいでいる時になんかふわーんとこう思い浮かんだりとかね、いろんな瞬間はあると思うんですけれども、なんか今も忘れられないでいるみたいなね、うん、まあそういったカードが出ています。うん、何かしらのね、そういったこう、まあ、一度は終わりを迎えたお二人なのかもしれません。で、ここですね、まあ、これは、うん、まあ、ちょっと弱気な姿勢を表すカードですが、ペンタクルのクイーンというカード、逆位置のカードです。まあ、このカード逆位置になった時にはですね、まあ、悲観的な考え方ということで、まあ、過去を懐かしんでいるんだけれども、この終わり方がもしかしたら良くなかったとするならば、もう元には戻れないだろうなって、こう、勝手に思い込んでしまっている。まあ、これが一つ悲観的な考え方とかですね。まあ、疑心や疑惑にとらわれるっていうことも、うん、なんでしょうね。もしかしたら何かこう、誤解によってね、あの二人の関係が、終わってしまったのであれば、まだ何かこうね、ちょっと疑っている気持ちとかがあるとかですね。まあ逆かもしれないですね。まだあなたに疑われているかもとかね、なんかこう疑惑を持たれているかもみたいなね、なんかそういったことがあって、なかなかこう動けずにいるとかですね。まああとはまあ、すべてが無に帰すように感じるっていうことなので、なんかね、もう一度取り戻したいなと思っていても、そう思っているのは自分だけで、実際に取り戻そうと動いたとしても、なんかもうそれは断られて、その努力が全部ね、無に帰してしまうんじゃないかっていう、まあ、恐怖感みたいな、まあ、不安な気持ちがあって、なかなか動けないとかですね。まあ、あとは信頼できるものがなくて、孤独を感じるっていうことで、まあ、いわば、失ってね、大切なものを気づくっていうね、ことがありますけれども、なんかその、ね、断ち切る前はもっと何か、信じれる人とかね、もっと素敵な人みたいな、なんかそういうことが思っていたこともあるのかもしれません。だけれども、あなたを超える存在っていうのが、結果ね、いなかったわけですね。あなたよりも信頼できる人がいなかったとかね、あなたよりも心を許せる人がいなかった、だからこそ思い出す瞬間が増えてきているんだと思うんですね。なんかそういう感じで、なんか二人の間には一度、まあこう、終焉であったり中断みたいなものがあったんじゃないかなっていうのが、もうほんと出た瞬間にね、感じ取れたことになっています。はい。まあお伝えさせていただきました。まあここでも非常にまあ特徴みたいなものが出ていましたけれども、まあ改めてね、次にお相手の方の特徴ですね、まあどんな状況、どんなことをしていらっしゃる方なのか、まあ、あとは何か特徴があるかどうかっていうのをね、見ていきたいと思います。ではですね、早速見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきます。そうですね、まあこれ場合によりけりっていうことなんですが、なんかね、過去よりも丸くなられたとか、すごい謙虚になられているっていうのは出ております。そうですね。なので、ちょっとお伝えしていくんですが、まず、こちらのカードですね。グラティテュードリストっていうことで、これは感謝のリストっていうカードになっています。まあ、いわば自分の感謝するべきことを、まあ、リストアップしているというかね、まあ、周りに対してすごく感謝をするようになっているっていうカードなんですね。だから、その、周りにいると、動物、まあ、人だけでなくてね、こう、動物にもこう、ね、感謝の気持ちを持って、まあ、接しているっていうわけではないですけれども、その、ここですね、
なんかこう終わりを迎えなくてはいけないかった時には、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、謙虚というよりかは自己中心的であったり、横暴であったりね、なんかこう人を振り回すことが多かったり、なんかこうあまり周りへの感謝っていうのが見られなかった。特にあなたに対してもね、逆にその自分が何かをしてやってるだろうみたいな、なんかちょっとこう上からなね、まあ発言とか言動が多かったのかもしれないですが、それがね、今となってはすごい丸くなっている。ね、自分がいたのは自分の実力だけでっていうふうに考えていた人が、そうではなく、やっぱ周りの人に支えられて今の自分があるんだみたいなね。なんか本当にもう、なんでしょうね、中身がガラッともうね、別人に生まれた、変わったかのように、なんかこう今は丸くなっていたり、謙虚になっていたり、なんかこう物腰が低くなっていたりですね。まあ、なんかそういう特徴があるんじゃないかなと思います。すごくこう感謝をするようになっているということですね。で、このカード、不要なものを、まあ、片付けるっていうカードになっています。だから、なんかこう無駄を省くっていうことですね。無駄を省く。だからすごくこう、なんて言うんでしょうね。無駄なものが多かったのかもしれません。あなたとね、関係を終わらせる前というのは。無駄な、なんでしょうね、時間の使い方であって、無駄なお金の使い方であって、無駄な、まあ、プライドであって、無駄な見栄であったり、無駄な、何々、ね。こう、いろいろあると思います。これね、人の特徴によって。でもそれをうまくこう、片付けられる。まあ、言えば自分から手放すことができるようになったわけですね。だから、すごくこう中身がガラッと変わったみたいなね。なんかそういう特徴がある方なのかなと思います。そうですね。だから、すごく今すっきり、まあ身の回りもすっきりしていたり、自分の考え方もすごいまとまってきたというか、本当にこう人が生まれ変わったみたいなね。まあそういったところもあるのかなと思います。まああとはなんかこう無駄をまあ省くと言いますかね、不要なものを片付けるっていうことなので、何かこうね、なんか複雑になっているものをシンプルにするみたいなね、そういったお仕事をされているっていうのもあるかもしれないですね。なんかこう散らかったものを片付けるみたいなね、まあなんでしょう、こう清掃業であったりだとか、なんか解体業者とかね、なんかそういったことももちろんあるでしょうし、それ以外にもね、あると思うんですね。例えば、経理の無駄を省くとかね、なんかそういうのもあると思いますし、なんでしょうね、なんでしょうね、こうコストの無駄を省くとかですね、なんかそういったことをねしていらっしゃるっていうのもあるんじゃないかなと思います。はい、まあこれも特徴だのなのかなというのと、ファイナンシャ、これですね、Face Your Financial Fears っていうカードで、経済的な恐れに立ち向かっているということで、なんかお金の悩みを抱えていらっしゃるのかなと思います。お金の悩み。まあ、お金の悩みというか、お金に対する不安みたいなことですね、フィアーズっていうのは。だからなんかこう、将来自分がね、今の収入でやっていけるのかなとかね、例えば借金を抱えていらっしゃる方だったら、これ返せるのかなとかね、まあ、あとはお家のローンとかですね、であったりだとか、まあ、子供がね、移っているので、子供の、なんでしょう、教育費とか、もしかしたら、まあ、離婚をね、経験されている方だったら、子供への養育費であったりだとかね、まあなんでしょうね。あとは、まあいろんなお金の問題、まああると思うんですね。なんかそれと今立ち向かっていらっしゃる方ですね。だから、もしかしたらそのお金への恐れであって悩みっていうことも、このあなたとの関係を一度中断させたり終わらせなくてはいけなかった原因であったり、このお金への恐れっていうものがお相手の方を変えてしまって、まああなたに対してもちょっとこう、例えば感情をコントロールできなくなってしまったり、自分を見失ってしまったりね、そういったことにつながっていたのかもしれないですが、まあ今もまあそれに立ち向かってはいらっしゃるっていうことなので、まあでも立ち向かっている中でね、すごくこう考え方であったり中身が変わったっていうのはすごいいい傾向なので、まあ今後ですね、真剣交際をするときには、まあ人はなんでしょうね、お相手の方はお相手の方なんだけれども、なんかこう人がなんでしょう、本当にこう変わった、まあ別人のお相手の方とね、真剣交際ができるようになっていくのかなというふうに思います。はい、ではですね、次に、そのお相手の方とあなたが今後どんな展開を迎えていくのかっていうのをね、見ていきます。
ではですね、早速見ていきます。うん、はい、ではね、見ていくんですが、まあ何か決着がつくっていうカードですね。だから、まあここかなと思います。経済的な悩みに対しての、まあ解決であったり、決着であったり、何かこう、すごく事態がスッキリするみたいなね。まあこの不要なものを片付けるっていうのはありましたけれども、自分の抱えていることもスッキリするみたいなね。なんかそういったことが訪れた後、自由に羽ばたけるようになって、彩りっていうね、カードが出ているので、うん。だからもう一度この再会っていうこともあるのかなとは思います。うん。なので、まずはこちらから。Win or Lose というカードで、まあ、勝つか負けるかっていうカードなんですけれども、まあ、その、勝負に使われていた剣がね、こう、もう地面に突き刺さっているってことは何かこう、もう勝負ごと終わった後ですね、うまく物事が解決したっていうね、剣を使わなくて良くなったっていうことなので、何かこう、平和的な解決をですね、まあ、表すカードになっています。あとは決着がつくとかもね、意味としてはあるんですが、だからまあ、お相手の方を悩ませていた問題が平和的に解決するだとか、まあこの時ね、あなたとの関係を終わらせなくてはいけなかったり、中断させなくてはいけなかった原因のものが、まあ問題であったり、悩みというものがうまく解決するっていうことですね。まずそれが起こるんだと思います。うん。で、その後に、ようやくね、このスプレッド your wings っていうカードで羽を広げるっていうことで、ようやくお相手の方が自由に羽ばたけるようになるわけなんですね。今までは羽ばたきたかったけれども、羽ばたかせてもらえなかった。状態ですね。なんでしょう。こう、まるで、鳥かごの中に入れられていた鳥のように、羽ばたけなかったわけですね。でもこれをうまく解決することによって、ようやく鳥かごから出ることができた。で、自由にね、もう羽ばたいていいよっていう状況になって、羽ばたけるようになると。で、これで、まあ、あなたの元に、これね、羽ばたかれていくんじゃないかなと思うんですね。というのは、次のこのカードが出ていて、ニューバイタリティっていうカードで、新しい命を吹き込むっていうカードなんですね。笛をふーって吹いて、こう、虹色のなんかこう、音色が出ていますけれども、虹というのが、こう、幸福をね、表すわけなんですね。幸せ。だから、あなたとの関係にもう一度幸せをこうね、吹き込むと言いますか。幸せな生命力を吹き込む。まあ、二人の関係をもう一度盛り上げていくとかね、活発にしていくとか、まあ、楽しい時間を過ごせるようにしていくっていうことですね。まあ、楽しい時間がこれ流れるようになるっていうことですね。だから、そういった形で、ね、ここでは何かこう、お互いに、まあ本当にこう、無念が残るような、なんでしょうね、なんかこう、悔いが残るような終わり方とか中断の仕方だったのかもしれないですが、それが最終地点ではなかったということですね。あくまでもゴールにたどり着くまでの一つの、まあ、過程といいますかね、途中の時点だったということで、まあこれからまた新しい流れ、ストーリーが始まってくるのかなというですね、まあそういったカードが出ておりました。では、ですね、次にあなたと真剣を交際をする人のイニシャル見ていきます。カードをシャッフルして4つ引いていきます。だから4つのイニシャルが、まあ、出てくるわけなんですが、仮に、まあ、イニシャルの被りがあった場合はですね、もう1枚引いて4種類ね、出るようにしていきます。で、だからどれか1つがですね、1つでも名前もしくは名字に入っていたり、まあ、あとは、まあ、ハンドルネームとかニックネームとかでも OK なんですが、に入っていれば OK ということです。ね、していきます。で、カードのね、内容は今回、除外していきますので、はい。あくまでもイニシャルだけを見ていきたいと思います。ではですね、早速オープンしていきますが、イニシャル見ていきます。一つ目が H が出ました。H ですね。次が D ですね。D になります。はい、次が S。S ですね。最後が O が出ました。O ですね。もう一度見ていきます。H、まあこれは破行になるかなと思います。まあ早川さんとかね、なんでしょうね。平田さんとかね、平内さんとかね。ほう。そうですね。風とかもね、あるかなと思いますけれども。まあ、下の名前とかでもね、あると思います。で、次が D ですね。打行になります。伊達さん、土井さん、土橋さんとかね。大輔さんとかね。ディアナさんとかもあるかもしれないですけどね。なんかちょっと、なんでしょうね。そういった、まあ、名前とかもあるかなと思います。S。
作業ですね、差し進めそうですね、はい、が出ております。王ですね、これ王ですね、だから何でしょう、うん、小川さん、小山さんですね、小沢さんとかね、まあなんでしょうね、こう王の名前とかもね、あ、大野さんとかね、あるかもしれないですね。うん、大川さんとかね、ちょっと上の名前ばっかりしか出てこないですけれども、まあ下の名前でもね、王ってあると思うんですね。うん、だからまあ、音羽さんとかね、そういったものもあるんじゃないかなと思います。まあイニシャル見ていきます。おさらいです。HDSO が出ておりました。参考にしていただけますと幸いです。はい、では最後ですね、お相手の方の年齢、生年月日、そして恋が動く時期などについてもですね、数字のカードを4つ、まあこれも4枚引いていきます。まあ数字はね、被ることないと思いますので4枚になるかと思います。はい、はい、ではですね、早速見ていきます。はい、うん、一つ目の数字が2というのが出ました。2ですね、次が28になります。次は55ですね、次は47です。もう一度ちょっと見ていきますね。2ということなので、まあ2月生まれの方とかですね、あとはまあ何月2日生まれの方とかですね、平成2年生まれの方ですね、というのもあるのかなと思います。まああとはあなたとお相手の方の年齢差が2歳差っていうこともあるでしょうし、あとは令和2年にね、お付き合いをしていたり知り合われたり、もしかしたら令和2年に別れてしまったけれども、またこれね、あの先ほどもあった通り、あのまたこう新しい命が吹き込まれるっていうことで、そこでまた再会するっていうこともあるのかなと思います。まあだからその2月とかもそうですね、2月に、付き合った別れたとかね、うん、そういったものもあると思いますし、まあ何月2日にまあお付き合いをした、もしくは別れたとかですね、うん、そういったこともあるのかなと思います。はい、あとは恋の動く時期としては、例えばまあ2ということなので2月とか2ヶ月後とか2週間後っていうこともあると思います。まあこの動画を見ていただいたねタイミングからっていうことなんですが、うん、まあ、あとは二人がね、こう、知り合ってからとか、まあ、その終わりとか中断を迎えてから2年が経った頃とかですね。うん、2週間が経、2ヶ月が経った頃とかね。うん。にもう一度再会するとかね。なんかこう、そういった2っていうのもすごくね、あの、メッセージ性としては強いのかなと思います。はい。で、次が28ということですね。まあ、なんか28歳の方っていうのもあるでしょうし、あなた自身が今28歳なのであれば、あなたの頭の中に今思い浮かんでいる方と真剣交際が、何でしょう、こう、に発展していくとかですね。そういったこともあると思います。まあ、28ということはね、2月8日生まれの方とかね、2月8日に、まあ、何かこう、記念日とか節目が訪れた方とかですね。うん。まあ、あと2と8というのの組み合わせなので、まあ、入れ替えて8と2ということで、8月2日っていうのがね、誕生日の方もあるかなとも思います。うん。まあ、あとは平成28年に、まあ、その時には交際をしていたりとか、その時に別れてしまったとかね、何かそういった重要なタイミングを迎えられた方っていうのもあると思います。はい。55。まあ、これも年齢っていうのもね、あると思いますし、まあ、昭和55年っていうこともあると思います。55というふうに分けていただきますと、5月5日生まれの方っていうことであったり、5と5の組み合わせなので、例えば平成5年と平成5年生まれの方同士とかですね。うん、そういったこともあるのかなと思います。まあ、あとは55日後に進展を迎えるであるとか、55日後に、まあ、復縁を遂げるであるとかね。なんかこう、5という数字にすごいゆかりのある、お二人なのかもしれません。うん、最後47ということで、まあ、47歳の方とかですね、47歳の時に、まあ、お付き合いをされていた方とか、47歳になったタイミングでちょっと別れてしまったけれども、また交際に発展していくとかね、それもあると思いますし、まあ、昭和47年っていうのもあると思います。4と7の組み合わせですので、平成4年平成7年の2人であるとか、4月生まれの方と7月生まれの2人っていうことかもしれません。うん、まあ数字というのはね、本当にいろんなメッセージを伝えてくれているものになりますので、
今ね、私の中でもちょっとこういろんな角度から上げさせていただきましたが、あなたの中でもですね、このピンとくるものがあったら、それはね、あのメッセージとして受け取っていただいて大丈夫ですので、数字を最後におさらいしておくと、2285547というね、数字が出ておりましたので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、最後ね、こちらのカードです。ザ・ローズ・キスというカードで、バラのような道というカードになります。まあ、これはね、まあ、バラのようなね、こう甘くて、こう美しいね、花びらにたどり着くためにはですね、この茨の道を進んでいかなくてはいけないわけですね。だから全てが楽しい時間ではなく、過酷なね、時期っていうのも全て含めて、恋なんだよっていうね。まあ、非常にちょっとこう、絵は綺麗なんですけれども、現実的なね、メッセージを伝えてくれているカードでもありますので、このね、バラの瞬間にまたこうね、テントウムシがたどり着いていますけれども、ね、そこにたどり着くために、まあ、ショートカットをするんじゃなくて、このね、茨の道を越えていくことで、すごく大きなね、花を咲かせる。まあね、すごく、なんでしょう、素晴らしい時間をね、過ごすことができるようになるっていうことですので、まあ逃げずにですね、うん、まあ立ち向かっていくっていうことも大事にはなってくるのかなと思います。はい。はい。ということで、リーディングは以上となるんですが、最後ね、こちらについてお話ししていきます。今回はネット通販でよく買うものはということで、まあネット通販ね、いろいろありますけれども、まあAmazonとかね、なんでしょう、楽天とかね、ZOZO タロンとかいろいろありますけれども、皆さんよく買うもの何かありますでしょうか。ちなみに私の場合はですね、あの、プロテインとかマスクとかですね、あとは最近だとですね、最近はそれが多いですね。あとはそのスマホのね、保護フィルムも今度こそは割らないでおこうと思っていても、そういった日に限ってね、なんか物を落としちゃってパリって割っちゃうので、ちょこちょこ買っていたりもしますし、まあ、あとはこういったね、カードを買ったりもするんですけれども、皆さんはね、どういったものをよく買っていらっしゃいますでしょうか。何かあったらですね、コメント欄に教えて、書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、こちらですね、ザ・ローズ・キスというカード、もしくはですね、C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっています。なので、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方はこの動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。